ギネス・ポメランツはアメリカの歴史学者。専門は近代中国経済史、グローバル経済史。コーネル大学を卒業後、1988年にイェール大学で博士号を取得。カリフォルニア大学アバイン校の歴史学部教授を経て、2012年からシカゴ大学の歴史学部教授を務める。2006年にアメリカ芸術科学アカデミーのフェローに選出された。 2013年から2014年にアメリカ歴史学会の会長を務めた。2019年にダン・デイビッド賞を受賞。2021年にトインビー賞を受賞した。ポメランツはそれまでの歴史学における西洋を先進的としてきた西洋中心史観を批判した。ポメランツは皇述の大分岐説などによって通説に大きな変更をもたらした。ポメランツは カリフォルニア学派と呼ばれるグループの一人にみなされている。ただ、カリフォルニア学派としての確固とした組織や学説の一致があるわけではない。比較経済史において、ヨーロッパとアジアの経済成長が分岐した現象を大分岐と呼び、その原因を研究した。ポメランツは大分岐について次のような論点を挙げている。東アジアとヨーロッパの最も発展していた地域は、 1700年か1750年頃まで経済的類似性があった。ヨーロッパと中国、イングランドと長考デルタの生活水準をおよび一人あたり所得は同水準にあったが、その類似性は1750年以降に分かれた。それまでの研究ではヨーロッパは東アジアより約数世紀は進んでいたとされていた。 19世紀における東アジアとヨーロッパの発展の分岐は発展の制約となる環境圧力をヨーロッパが逃れたことに要因がある。ヨーロッパはアメリカ大陸の植民地化や化石燃料への転換によって制約を逃れており技術や制度だけでなく偶然的要素の影響が大きかった。この進出を可能にしたのは重商主義であり独占の促進と 軍事力による破壊は国外において利益をもたらした。仮にヨーロッパ自体の土地利用だけであれば環境面で持続可能な方法を取らざるを得ないがアメリカ大陸はその制約を取り払い輸出の産物という実体的資源や金、銀などの貴金属をヨーロッパに提供した。病気によるアメリカ先住民の激減とアフリカでの奴隷貿易によって カリブ海域やアメリカ大陸は奴隷と工業製品を大量に輸入し、他方でプランテーションから輸出を大量に行った。東アジアは1500年以降の経済成長で世界で2番目に成功していた。財産権、契約などの制度は中国、日本、ヨーロッパは同様に適しており、資本市場についても中国、日本のそれは企業活動を阻害するほどではなかった。 東アジアがヨーロッパと大きく違っていたのは次のような点がある。工業化初期において資源の発見が欠けていた。ヨーロッパにとってのアメリカ大陸が東アジアにはなかった。ヨーロッパの財政は将来の収入を担保にできる点で効率的だった。この効率性は軍事費のためであり、中国や日本の財政は軍事費が低かった。 ポメランツが大分岐についての研究をまとめた著書大分岐はジョン・ケイ・フェアバンク賞世界歴史学会著作賞を受賞した。グローバル経済史の研究においては通常の人々の生活の歴史と地球規模の貿易史を融合させることを意図した。この方法論に基づいてポメランツは歴史学者スティーブント・ピックとの協調でグローバル経済の誕生を発表した。 世界貿易について、ボメランツとトピックは次の3点を強調する。市場は自然に発生するものではなく、歴史上のある時点で永続するような形で出現した。市場が多くの人々に有害であっても、消し去ったり意図的に作り出せるものではない。文化の流れは需要したいと望む人々によって作られる。文化を受け入れる人々と拒否する人々の間には、 大きな差異が生まれる。文化を橋渡しする人々は利益を手にするが、自分たちの文化が世界で通用しないと知った人々は、不満を抱き、暴力的に市場を作り出そうとする。植民地主義や文庫解放政策はこれに属する。特定の文化に対するこだわりによって、制度や信仰が掲載されている地域がある。こうした地域はグローバルな世界の全段階にあるのでは、 なく、それ自体が重要な単位であり、現代経済において、地域の文化や伝統の役割は大きくなっている。ポメランツとトピックは、経済史について、次のような指摘をしている。近代ヨーロッパの経済発展にとって、アフリカでの奴隷貿易が、決定的な役割を果たした。アフリカにおける奴隷は財産でありつつも、人としての権利を付与されていたが、 ヨーロッパは奴隷を純粋な動産として扱った。この暴力が容認されることで、アフリカ、アメリカ、ヨーロッパの三角貿易が大きな利益となった。世界初の近代的な工場は、ヨーロッパの植民地である西インド諸島の砂糖工場だった。プランテーションで栽培した砂糖キビを砂糖にするために粉砕、煮沸、蒸留などの生成過程が厳密に管理され、 先住工程を担当する奴隷によって作られた。産業革命の象徴でもあるイギリスの綿製品はアメリカ大陸の植民地によって成立した。綿花栽培は大量の水をはじめとして土地への負担が大きいため、プランテーションから綿花を輸入しなければ綿製品の大量生産は不可能だった。需要と供給は市場の力ではなく人々の価値観を規定する。 文化によって決定される。しばしば現代人は論理的であり昔の人々は非論理的と思われがちだが現代人も喫界な行動をとっている。世界経済はモラルとは関係がない。歴史的に多くの利益を生んできたのは人間の生存にとって有益な食料や必需品よりも奴隷貿易、海賊行為、麻薬などだった。 多数派や機関が価値があると認めた社会的、政治的、経済的な成功を収めた人間が成功者として評価されているが、上実のように世界経済はモラルと無関係であり、成功者は美徳、努力、賢明さとは関係がない。グローバル経済の前提として標準化と非人格化が必要だった。商品としての時間、交換手段としての貨幣、 すべてが計測可能だとする思想、指摘所有権、株式会社や商標登録などの概念が共有されて初めて可能となった。これらの指摘を通してポメランツやトピックは格差や暴力を解決するための展望の必要性を訴えている。ありがとうございます。